彼氏を作るために知っておきたい10のヒント。周りで幸せそうなカップルがいると、どうして私には彼氏がいないの？と悩んでしまうことがあると思います。映画の主人公のように、いつかは運命の人とばったり会うなんて思っていても、現実ではそううまくいかないですよね。でも諦めないで。今回は彼氏を作るための10のヒントを紹介しますよ。独身を卒業する前にチャンネルの登録と通知をオンにしておきましょう。これでブライトサイドの面白い情報もゲットできます。それでは早速見ていきましょう。はじめに見ていきたいのが、1、そのままの自分を愛し受け入れる。恋愛が目的であってもなくても、これは必要不可欠。まずは自分を愛そうという言葉はどの時代でも言われていますよ。自分自身を受け入れないと、人と強いつながりを作ることはできません。彼氏が作れたとしても、他の人に頼ってばかりだと、結局はどんなに素敵な映画のような恋でも寂しく感じるはず。自分で自分を愛することは彼の仕事ではありません。自分自身にしてあげることなんですよ。今の自分に居心地の良さを感じて、欲しいものを見つけ出し、内側に潜んだ自信を見つけて。男性に依存して自分の価値を生み出してはいけませんよ。自信を持って生きている、自分自身を尊重して自分の価値を知っている女性はとっても素敵です。白馬に乗った王子様を待っているようではダメですよ。2、多くの人と知り合ってみる。知っている人が増えれば増えるほど、特別な人と出会うチャンスも増えます。パーティーや何かしらの活動であったあなたの友達の知り合いかもしれないし、どこまでも選択肢はありますよ。もちろん、だからといって嫌いな人と遊んだり、パーティーばかりに参加したりする必要はありません。ただ、知り合いを増やす努力をして、どんな冒険にもチャレンジしてみましょう。ファンクラブ、コミュニティクラス、美術のワークショップなどで同じような考えを持っている人と、自分の趣味にぴったりな場所で出会えるチャンスがありますよ。他にも、同じような趣味を持っている人をネットで見つけることだってできます。同じ趣味の友達も増えちゃいます。もしかしたら彼氏も。3、ソーシャルメディアを活用する。個人的な生活の中で特に何も起きず、周りの男性に魅力を感じないのであれば、ソーシャルメディアを試してみて。最近だとサイトやアプリなど、同じように出会いを求めている人が活用するものがたくさんあります。実際にネットで会って結婚まで至ったカップルもたくさんいますよ。ただ気をつけて、インターネットでは偽の情報を載せられますからね。すでに好きな人がいる人もソーシャルメディアを活用してみて、友達になって話してみましょう。話題は何でも大丈夫。例えば宿題、彼がよく知っていること、おすすめのレストランなど。会話を始めたら、そのまま自然と彼のことがよくわかり始めます。もしかしたら仲良くなるにつれて、彼からデートに誘われちゃうかも。4、好きな人についてもっと知る。ドキドキが止まらないほど好きな人ができた時、難しいとは思うけれど、あまりガツガツしないで、まずは彼のことをよく知っていきましょう。彼に彼女がいるのかどうか探るとこから始めてください。もしかしたら幸せな恋愛をしているのかもしれません。周りに彼がどんな人なのか、好きな人がいるかどうかなども聞いてみましょう。誰かの幸福や関係を壊すことだけは避けたいですよね。もし彼が独身で特に気になる人がいないようであれば、アプローチを始める前にちょっと自分に聞いてみて。彼は面白い、賢い、興味深い、それともかっこいいだけ？世界一かっこいいという男性でも、つまらない人だったりナルシストだったり、カリスマ性がないと魅力的じゃないですよ。見た目だけではなく性格もしっかり見ましょう。顔も性格も良ければ間違いなく当たりですね。5、アプローチしやすい雰囲気を出す。理想のタイプの男性とやっと会えたら、自分自身を閉ざさないことが何よりも大切。どんなに緊張していても行動で表さないようにしましょう。アイコンタクトを維持して
腕を組まず、優しくアプローチしやすくしましょう。そうでないと、もしかしたら彼はあなたが興味を持っていないと思ってしまうかもしれません。彼にとっても、あなたにアプローチすることは緊張するということを忘れないで。彼に興味を持っているということを、一緒に時間を過ごすことで示しましょう。会った時には優しく挨拶をして、お昼ご飯の時に一緒に座ったり、映画やスポーツ観戦でデートに誘ってみましょう。誰もが優しい人と時間を過ごしたいはずですよ。6. 急がない。すぐに付き合い始められたら確かに最高。でも、ゆっくりと関係を築くのにもメリットがあります。付き合いが長いカップルは、もともと仲の良い友達から始まっています。お互いのことをよく知っていきましょう。一緒に遊んで時間を過ごせば、お互いのことを知る機会にもなりますよ。たとえお互い両思いになれなかったり、友達でいる方が良かったり、友達関係が恋愛に変わることがなくても、それはそれで大丈夫。一緒に遊べる友達が増えたのだから。ただ、覚えておいて。もし彼がそのままのあなたを受け入れないようだったら時間の無駄。誰かのために自分を変えてしまうと、付き合い始めてもストレスがたまり、すぐに別れてしまいます。そのままのあなたが大好きだという男性も絶対にいるはず。もし彼がそうじゃないのであれば、価値がないですよ。 7. 自分の人格の最高な部分を磨く。これはモテる男性を好きになった時に役立ちます。そのような男性は女性から追いかけられるのが当たり前なので、あなたも目立たないとダメなんです。自分の人格や性格で最高な部分を磨いて、他の女性とは違うということを見せつけましょう。ちょっと変わった不思議ちゃん。そのような可愛い部分は隠さずに見せていきましょう。また真剣な話からも目をそらさないようにすると、もっと深い部分でお互いのことを知ることができ、つながりができます。とはいえ、自分を変える必要は全くありません。もし本当に人生で最高な恋愛がしたいんだったら、それはそのままのあなたを好きになってしまう男性を見つけることが大切ですよ。 8. 自らアプローチをする。最初の行動は男性が起こすべきだと聞いたことありますか？実際、そんなの関係ありません。もしかしたら彼もあなたに興味を持っているけれど、気持ちを隠しているのかも。もし自ら行動を移すのが怖いのであれば、まずは彼の行動をしっかり見て判断してみましょう。好きな人の前で表す無意識な態度や行動がたくさんあります。それについてはこのチャンネルの他のビデオでも紹介しているので、チェックしてみましょう。試してみる勇気があるんだったら、彼の気を引いてみましょう。相手の気の引き方についてもビデオがありますよ。彼が応じてきたら、もしかしたらあなたに興味があって、もっと知りたいと思っているのかも。 9. 彼を一番良い状態でいさせる。恋愛関係というのは結局お互いとの関わりです。互いに良い影響を与えて持ち上げるのが大切。多くの人が求めているもの、それは協調と理解。彼も彼のままでいられるようにサポートをして、彼の職業や趣味などスキル向上を一緒に目指し、どんなチャレンジからも目をそらさないで。どんなことでも批判をせず受け入れてくれる人は必要ですよね。でもあまりにもしつこく押さないように気をつけましょう。自分にとって何が一番良いのか考える時間を与えてください。あなたの仕事はサポートをしてあげるということ。あなたも誰かのために変わったり完璧になる必要はなく、それは彼も一緒。彼が求めている変化の手助けをしてあげ、彼の夢を応援してあげましょう。それが一番大切なのかも。10. あなた自身も一番良い状態でいる。人生のすべてが彼である必要はありませんよね。あなたには自分の人生があり、叶えたい夢もあるはず。それを忘れないようにしましょう。恋人がいるとしても、常に前進してください。一人だけが成長してしまうと、関係のバランスも崩れてしまいますよ。彼女として、パートナーとして成長しましょう。でも、彼のために夢を諦めるのは絶対にダメ。お互い別々の趣味は持っておきましょう。自立はやはり大切です。そうすると、お互いが成長することができます。そういうカップルの方が楽しいですよ。
独身というステータスを捨てて恋愛をする準備ができた人はこれだけ知っておけば大丈夫。ぴったりな相手を見つけるのは確かに時間がかかるので急がないようにしましょう。あなたのことを大切にしてくれる最高な彼氏を見つけてみてください。強制された関係や楽しくない関係で落ち着かないで。そのままのあなたで夢に向かって前進すると幸せもきっとついてきます。あなたにとって最もロマンチックだった瞬間はいつ？下のコメント欄で教えてくださいね。素敵な恋愛物語はやっぱり最高。もう一つ、ビデオの高評価と登録ボタンを押してブライトサイドと一緒に人生明るくいきましょう。また次のビデオで会いましょう。